北西学園余市高等学校は、北海道余市郡余市町黒川町19丁目に、の位置にある、学校法人北西学園が運営する、男女共学のキリスト教系私立全日政府通科、高等学校、略称は、北西余市高校、北西余市。生徒数は223人、教職員数は18人、事務職員数は5人である。 全国から高校中退者や不登校者などを含む多様な生徒を受け入れている。卒業後は7割が大学、専門学校などに進学し、3割が就職などしている。以下、学校パンフレットから抜粋、キリスト教の精神に基づき、教育が行われます。それは、みんなが力を合わせて愛し合い、助け合って生きていくことを共に考えていこうというものです。 明るく健康な体を鍛え、自然や社会を正しく科学的に判断できる力を養うことを教科指導を通して追求します。生徒を集団の中で育て、個人や集団の自主性、自発性、自治能力を育て、高めていきます。教育活動を支える優れた教師集団づくりを大切にしています。父母・教師 生徒が一体となった教育を進めています。学校行事を重視し、生徒が主体となって行事を企画実施している名物行事で 30km、50km、70km コースの中から選び、それぞれのペースで歩き乾燥する恐怖遠足。7月に行われる伝統行事は自分たちの中退や不登校などの経験を北西洋一高校で どのように乗り越えたかを弁論する校内弁論大会がある。他にも生徒会主催の浜掃除や映画上映会などもある。北西与一高校は高校を中途退学した子供や小中学校、高校で不登校になった子供を積極的に受け入れている。年度途中の点、編入生も随時受け入れている。生徒の年齢は多様である。受け入れを開始した。 最初の年度に編入した生徒で、卒業後、母校の教師となった、吉家博之の著書、ヤンキー母校に生きるは、北海道放送にて、ドキュメンタリー番組、ヤンキー母校に帰るとして放送された後に、テレビドラマ化され、同名のタイトルで放送された。現在、高校中退者が、全校生徒の40%、また不登校経験者が、約60%近くに及んでいる。 道外出身者が生徒の約8割を占めていて、道内の遠隔地出身者も加えると9割近くの生徒が寮、下宿で生活している。北西洋一高校が直接経営する寮、下宿はなく、すべて学校周辺の地域住民によって運営されている。1年からの入学希望者は推薦入試と一般入試がある。一般入試は一般試験か 予約面接試験を行う2種類の試験がある。2.3年からの転入、編入希望者は一般試験か予約面接試験を行う2種類の試験がある。行事により例外もある。45分授業。2013年度からはカリキュラム変更に伴い、月曜日は5時間授業、火曜日、 木曜日は6時間授業、水曜日は4時間授業、金曜日は1年生が4時間授業、二、3年生が6時間授業。高校中退社や不登校生徒の受け皿として長年の教育実績が評価されてきた一方、時代の変遷により通信制高校やサポート校などが全国に数多く設立される環境の変化等もあり、 北西予一の入学者数は年々減少の等をたどった。このため2015年以降、運営母体である学校法人北西学園は北西予一の存廃につき、検討を始めることとなった。2015年12月10日に北西学園の理事長らが北西予一の廃校を検討することを予一町に説明した。2016年7月7日に北西学園理事会が 2019年度末に並行とする議案を否決。学園側は継続審議としており、並行方針は撤回されてはいないが、同年度末までの並行は回避される見通しとなった。2017年5月1日に2017年度の1年、入学者数が73名と、2018年度の生徒募集の条件である70名に達したことが、 報告された同校の教育実践や、その教育に触れた生徒や親の声を集めた書籍が数多く出版されている。注釈出典、ありがとうございます。